まあ、政治においては、その職に、何日間在職したかではなくて、何を成し遂げたかが問われるんだろうと思いますが、この7年8ヶ月、国民の皆様にお約束した政策を実行するため、結果を出すために、一日一日、日々全身全霊を傾けてまいりました。その積み重ねの上に、今日の日を迎えることができたんだろうと考えております。すべてはこれまでの国政選挙において、力強い支持をいただいた国民の皆様のおかげでございます。それから御礼申し上げたいと思います。また大変厳しい時にあっても、至らない私を支えていただいたすべての皆様に感謝申し上げたいと思います。